プヘラ・アルキメデス GMT18KPG24H リザーブドマルシェバックスケルトン2004年製造 REF2892-007 2892A に自動巻きます。ブヘラはスイスチューリッヒにある超有名宝飾店、時点の名を冠したモデルも多数販売されており、ヨーロッパの時計愛好家からも多くの支持を得ている名門ブランドです。本品はブヘラの自動巻きメンズウォッチです。ミドルケースは18金ピンクゴールド無垢のラウンドケース、ステップベゼルのおしゃれなフォルムです。ダイヤルはスタイリッシュなシルバーカラー、放射仕上げの高級感のある文字盤です。アプライドのバーインデックス、剣針のコンビネーションで視認性も良く、端正なフェースです。ダイヤルトップには GMT24 時間計、下部にはパワーリザーブメーターがレイアウトされています。GMT の調整は11時バーラグの付け根にあるポッチを鋭利なもので押すことで調整できます。裏蓋はワックスケルトンになっていますので、美しいコートのジネーブ、美しく仕上げられたローターやベース面を見ることができます。ベルトはブラックカラーの黒子、非常も 18KPG のロゴ付きバックルです。まさにエグゼクティブにふさわしい、実用性もさることながらファッション性の高いスタイリッシュな時計ですので、商談やデートなどここ一番の大切なシーンで大人のダンディズムを演出してくれることと思います。外観、ダイヤル、ケースとも目立つダメージはなく、グッドコンディションを維持しています。ガラスに傷等はありません。ベルト、ブラックカラーの黒子、少し使用感がありますが、裏側のロゴ刻印も確認できます。微乗は 18KPG です。操作、スクリューリューズ、自動巻き、手巻きも可能です。リューズの巻き上げ感も軽快で精度も良好です。ハック、秒針停止機能付きです。ケース側面11時付近のプッシャーを付属の工具で押すと GMT 針がチェンジします。付属品、ボックス、枕に劣化があります。スリーブ、取扱説明書、ギャランティカード、工具です。日差、タイムグラファーで計測してプラスマイナス30秒程度に収まっています。ご使用環境によっては多少の姿勢差はあるかと思います。サイズ、ラグ幅 18mm、 ケースサイズは約 36mm、 リューズ含まず厚さ約 10.5mm のメンズサイズです。時計の外観コンディションや精度など詳細は
説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。